どうも皆さんこんばんは、おさむです。今日はですね、ついに皆さん最近大人気のフォートナイトやっていきたいと思います。今日はですね、ある検証をやっていきたいと思います。また検証でございます。皆さん、斉藤さんというアプリご存知ですか？あのスマホのアプリなんですけど、まあ、斉藤さんのアプリを入れた人同士こうランダムに通話をつなげてくれるっていう便利なアプリなんですけど、まあ、そのアプリって結構ね、通話すると、まあ、男だって分かった瞬間にね、切る男が多い。それってちょっとどうなのかなと思うんですよね。なので今回検証する説はこちら。斉藤さん、戦場にいる人から通話が来たらさすがに切らない説、イエイ。ということで、フォートナイトをやっていきます。そして戦場に着いたところで斉藤さんで通話をします。で、今ちょっと戦場にいるんだよねって言って、ちょっとアドバイスしてくんないっていう風に話をして、その人の指示でできればドンカツまで行けたら素晴らしい。必ず通話は切らないと思います。さすがに戦場にいて、まあ、ちょっと命が危ないっていう人から通話が来たら、俺は絶対に通話は切らないということで、その説を検証していきたいと思います。レッツゴー。さあ、まずフォートナイトというゲームの説明なんですけど、100人がある島に投げ出されます。そしてそこでみんな武器がない状態で武器を拾ったりして、残り1人になるまで戦い続けるというモードです。このマップもね、どんどんとこうエリアが小さくなっていくんで、そのエリアの中で敵を倒しながらどう戦えるかが鍵になってくると思います。ちょっと俺まだね、操作慣れてないところあるんですけど、まあ斉藤さんの力があれば大丈夫だと思います。あっちも人いる。やばいな、やばいやばいやばい。そこにもういるじゃん。あかんてあかんてあかんて、絶対狙われるってこれ。やばいやばいやばい、どうしよう。斉藤さんに通話してる余裕ない。でも通話するんだ。この企画は通話するという企画なんだ。しっかりと通話していきたいけど、武器もない。だがしょうがない、この状況で電話するしかない。よし、隠れて。よし、もしもし、もしもし。あ、こんばんは。こんばんは。いや、え、こんばんは。あ、こんばんは。え、あの、どうした？今俺さ、うん、戦場にいるんだけど。戦場？そう、今全く武器もないの。武器もない。どうしよう、武器探した方がいい、まず。いや、武器はいらない。武器なしで戦った方がいい。男なら拳で勝負。拳で。あ、もういた、もういた。拳で戦うぞ。行くぞ。攻撃。よし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 。あ。行け行け。そうだよね。だから戦場にいてアドバイスくれないかって言って、うざいでしょ。普通に向こうが暇つぶして電話してるのにさ、急に言われたらめちゃくちゃ嫌な気持ちするじゃん。そこだった俺。そこだ、くっそ。よし、ここに入って、で銃を拾った状態で。電話しよう。よし、行きます。もしもし。もしもし。あ、こんばんは。おい。お、はじめまして。おい。なんでおいなの。あ、なん、ごめんなさい、ごめん、勝手にタメ口使って敬語使います。こんにちは。すいませんでした、失礼しました。いや、こちらこそすいません。いや、すいません。いや、俺の方が悪いです、もう。いや、俺がすいませんって言ってんじゃん。いやいや、絶対俺の方が悪い。いや、俺が悪い。いや、俺でしょ。かなり悪い。今俺さ、戦ってるんだよね、はい、実は、はい、戦ってる。ありがとう。あのね、なんかこう島に今投げ捨てられて、うん、あの今62人この島にいるんだけど、その中で戦わなくちゃいけないんだよ。どうしよう、やっぱでも人って俺殺したことないからさ。え、斉藤さんやってていい？いや、でもやっぱり今どうしようもなくなっちゃって、どうしたらいいか分かんないって時にやっぱり斉藤さんに聞こうって思ったの俺は。あー、確かに俺もその状況だったら斉藤さんが一番最初頭に浮かぶかもしれない。そうだよ、でやっぱそうだよね、うん、普通死にそうな状況だったら斉藤さん使うよね。まあね、みんなから意見聞いちゃうよね。やっぱ分かってんな、本当に。いや、わかる、それはわかる。あ、待って、前方に敵がいる。斉藤さん、撃った方がいいか。どうする。切られた、畜生。ここで切る。くっそ、
これだけ乗らしておいてめんどくさいと思ったんだろうな。ちょっと指示を求めすぎたな、俺が悪い。もうちょっと自由にこっちで戦いながらやった方がいいかもしれない。俺が悪かった、それは。こんばんは。ねえ、ちょっと切らないで、頼む頼む頼む。ちょっとじゃあ女の声でやるか。よし。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はじめまして。何歳ですか。18です。何だって？18です。18です。なんでこんな面白いの声。もしもし。18です。これお前男でしょ。それ本当に失礼です。よく言われるんですけど18です。18です。あなた、あなた男ですよね。お、女です。女です。なんで女、男だと思うんですか。だって俺斉藤さんプロだから、もうそんなのもう斉藤さんプロだから、斉藤さんプロだから、斉藤さんプロだから。はぁ、君の声夢の国だね。はぁ、君の声夢の国だね。あ、今あと17人なの。あと17人の中で生き残りたいの私は。私は親子でやってんのこいつ。じゃあ残り1人残る。なに、あ、バイバイ。ちょっとやめて、本当に。お菓子あげる。もしもし。お菓子あげる。何が好き、お菓子。ハッピーターン。美味しいよな、ハッピーターンな。あの周りの粉だけ舐め尽くしてから食べるタイプなんだけど俺。あるあるだね。あるあるだね。今ね、実は俺戦っててさ、あと9人なんだよね。今島にいて。荒野行動。あ、勘がいいね。荒野行動みたいなやつなんだ。やっぱり俺この緊迫した状況の中でどうしたらいいかって考えた時に、やっぱ斉藤さんの君、やばい、撃たれてる。クソ、まずいまずい。まずい、ちょっと。やっぱ頼るしかなかった、斉藤さんに。ああ、なんで。やっぱずっと喋りたかった、君の指示を聞きたくて。マジで俺雑魚だよ。あっ。